大臣入ります。関西読売新聞です。今日は IWGA さんから参加されます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。今日は私からご報告ありませんので、皆様方からご質問をお受けいたしたいと思います。幹事社読売新聞です。よろしくお願いします。はい、2問質問したいと思います。はい、1問目なんですけども、緊急事態宣言についてなんですが、政府は関西3府県に発令する方向のようなんですが、その理由と中部圏など他の地域への拡大についてなど、区域の拡大について考え方などをお伺いします。これですね、明日ですかね、アドバイザリーボードをやることになると思います。でその上でですね、アドバイザリーボードで専門家の皆様方のご意見を、いただいて、ご意見というのはその緊急事態宣言というよりかは感染の状況の、評価、分析評価をいただいた上で、最終的にどの地域をですね、緊急事態措置のエリアにするかということを、するかしないかですね、そういうことを判断をしていくということになるんだというふうに考えています。そして2問目なんですけれども、同じくコロナに関連してなんですけれども、感染症法と検疫法の改正についてですが、どういった点を重視しているかというのと、合わせてその改正議論の中で罰則のあり方についてどのようにお考えかというのをお聞かせください。知事会からもですね、いろんなご意見をいただき、この間の、文化会でもご意見をいただいたわけですね。で、やはり最前線で、知事さんらがですね、いろんな対応をする中において、これは特措法もそうなのかも分かりませんが、感染症法においても、今実態として運用する中で、いろんなお考え、また悩み等々を抱えられておられるというご意見もいただきました。そういう意味からすると、そういうところをですね、見直していかなきゃならないだろうなと。で、ポイント的には、一つは新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけというものも、これは入れていかなきゃならないという話になると思います。これは新興最高感染症としての新型コロナウイルスという意味でですね、これから新しいものも出てくるかも分かりませんし、今の新型コロナが一旦収束した後の対象に入れるかどうかという話の中においても、新興最高というものの位置づけというもの、それから国や地方自治体の情報の共有ですね。でこれはよく言われておりますけれども、県と政令市と保健所ですね、設置しですね、それとの情報の連携共有、こういうものもこの中で考えていかなきゃなりませんし、あと宿泊療養や自宅療養なんかのですね、法律的な位置づけ、これも知事さんから、知事会からもご要望をいただいてます。法律的位置づけが今ないということで、これに対してもですね、しっかりと位置づけてもらいたいと。それから積極的疫学調査の実効性の確保ということで、今なかなか協力ベースでやっていただいておりますけれども、こういうものに対しても実効性をしっかり確保してもらいたいと、いうようなご意見をいただいております。それぞれいろんなご意見、この間の分科会でもですね、専門家の方々からも各班いろんな方向性からのご意見をいただきました。そういう意味では試験制限をする部分、それから権利の制限ですね、それと一方で社会的なですね、なんて言いますか、利益といいますかね、そういうもののバランス、こういうものをしっかりと考えていかなきゃなりませんので、一つは厚生審議会の下でですね、厚生科学審議会の下で、感染症部会ですね、この下で議論をいただいておりますが、始めておりますが、合わせて政府与野党協議会でも野党の皆様方からもいろんなご意見をいただいている、もちろん与党もそうでありますけれども、そういうところのご意見をいただきながら、最終的にはどのような形にしていくかということを決定してまいり、そして今国会に提出させていただく予定になってきておるということであります。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。IWG 木原君、IWG 木原と申します。PCR 検査についていくつか質問させてください。
まず死亡後にコロナの感染が判明した原参院議員がですね、37度以上発熱にかかわらず、高熱でないから保健所や病院に迷惑をかけないように PCR 検査を断ったというふうに報じられました。これは事実かどうか分かりませんけれども、仮に事実ならば、国会議員さえ遠慮するというのは政府の検査の抑制方針が一因というふうに考えられます。菅総理は12月25日の会見で IWGA の夜間休みの質問に答えて、全国全員への検査は必要性はないというふうに断言されました。しかし昨日政府が3月にも、空港や繁華街、学校などで不特定多数 PCR 検査を無料で始め、無症状者を含む全体像を把握するというふうに報じられております。これは菅総理も、お考えを改めた結果で、政策転換であるということでよろしいでしょうか。この点を確認させてください。それから他方ですね、結局全量検査ではなくて中途半端な感が、どうしても否めません。それで、全量検査の効果は中国の例などで実証された面がございます。そもそも検査を公費で受けるということは国民平等の権利のはずで、企業も従業員が陽性か陰性か分からないと困りますので、必要性がずっと叫ばれているにもかかわらず、国民全員に公費で全量検査を徹底することにまだ及び腰なのはなぜかという点をお教えください。最後にですね、この無料 PCR 検査というのは3月では、遅すぎないでしょうか。もっと早くして、決められた場所をですね、もっと増やしていくということを検討されないんでしょうか。ちょっと長くなりましたけど以上伺いたいと思います。よろしくお願いします。畑議員の件はちょっと私よく存じ上げておりません。どういう事情なのかっていうのはマスコミ報道なんかではいろいろとお聞きといいますか報道されてますけれども、事実どういう状況なのかっていうのは直接お聞きいたしておりませんのでよくわからない部分もあるんですが、本来ですね37度5分以上もあるような高熱ならば診療検査医療機関というものを全国2万5000、東京にもたくさんあります。そういうところございますので、最寄りの保健所もしくはかかりつけの医療機関があればそこにご連絡いただいてですね、そこがやっていなければやっているところを教えていただく、一応そういうふうに各自治体にはお願いをいたしておりますので、そういうところをお聞きになられて行かれると PCR 検査もそうなんですが、それ以外に抗原検査、抗原検査キットですね、簡易キット、これの方も用意をされているところも多々ありますので、それでやると簡単に数十分で結果が分かるということになっております。ですから畑議員がどういうような状況で遅れられたのかって私はつぶさんには存じ上げておりませんけれども、そういうような対応をしていただければ検査はやれたはずであろうというふうに思います。国会議員でいろんなお忙しくってそういう対応ができなかったのかどうなのかちょっと我々もよく分かりませんが、一応、国民の皆様方にはそういう対応ということで、昨今検査件数も増えてきておるというふうに我々としては考えております。ぜひとも高熱の方々はですね、検査をやっていただきたいというふうに思います。 PCR 検査のみならず抗原検査等々もやっていただきたいというふうに思います。それからなんか3月の話ちょっと私存じ上げてないんでちょっと何の話かよくわからないんですが、多分内閣官房が分科会で年末ですかね、報告された中の報告というか要はそういう資料を出された中の一つなんだと思いますが、これは例えば SNS だとかいろんなところでそのいろんな情報がありますよね。そういう情報を AI で分析をして結果今の日本の感染状況を分析するための一つとしてですね、どっかの繁華街で若い方中心にっていう話になるか分かりませんが PCR 検査を一定程度やってみることも検討課題であるということで、ちょっと新聞報道を見て私もこれどういう意味なのかって今日実は朝からいろいろと状況をお聞きしたんですけども、どうもそのまだそこまでは決まっていないということでありますし、これあくまでも研究のためにやる話なので、PCR を無差別にというか全員にやるという話では根本的にないと
いうことだというふうに思います。であの今言われた武漢の話だと思うんですね。今言われたのはあそこは確かに効果出たと思います。ただそれなぜか1000万人超える方々に多分数週間でやったと思うんですが、強制できるんですよ。強制が日本の国強制できませんから、いっぺんに全員をやれれば、それはその時に一度にその時に感染者を把握できて隔離できますから一定期間で収束できますけれども、強制力がないとですね、あのバラバラ、例えばその中のたとえ1割やっていただいても残りの9割やられなければ当然その後また感染はずっと続きますので、そういう意味ではあの日本の国そこまで強制力を持った対応ができないということがあります。でありますから、なかなか費用対効果、これはやった方がそれはいいと私も思います。あの無料で、ただ問題は税金でやらなきゃいけないので、費用対効果というものも考えなければならないということになると思います。あの以前私お話したと思いますが、全介護職員医療従事者、これをですね、まあ、10日に1回ぐらいやったらどうだということを言われる方々もおられるんです。ところがそれをやるだけで今の PCR の費用、まあ、あの費用といっても、まあ、一つはその行政検査の費用の金額を一つ指標で出してやってるわけでありますが、それだけで年間やはり2兆円近くかかるというような状況になってきます。ですからそういう意味ではやっぱり税金を使うってことは費用対効果考えなきゃならないので、あのちなみにこれはよく言われるんですが、あのアメリカはですね、もう多分2億回近い検査をやっておられると思います。しかし感染は止まっていない、日本よりもひどい感染状況です。ですからいかに効率的にですね、感染の可能性のある方を見つけて、そしてそういう方々を、まあ、療養いただいて感染拡大から、まあ、防止につなげていくかということが、まあ、非常に大事なので、それやった方がいいのは確かなんですが、費用対効果を考えるとなかなか全国民の皆様方に無料でっていうのが難しいということはご理解をいただきたいというふうに思います。以上です。あの、費用対効果の面で次にあの強制力がないかために費用対効果の、パフォーマンスを上げることができないというのが、まあ最大の理由だろうと、そういうことでございます。あの強制力が要するに武漢のように一時に全員やって、そして感染者を、まあ、隔離できれば、それは一定の効果は示せると思います。ただあのそれは日本では無理ですよね、事実上。ですからあのそういう意味ではなかなか難しい、中国という、まあ、国家体制の中でやれるという話なんだと思います。はい、どうぞ。NHK の坂井です。2点お聞かせください。あの3連休が明けてですね、あの前回 の, あの緊急事態宣言時よりもあの日中の人流が、まあ、減っていないではないかという指摘もあるんですけれども、この3連休についてのですね、あの大臣の現状のご認識と、まあ、改めてあの対象となっている区域の方たち、どのような行動を求められたいか、あのぜひともお願いいたしたいのはですね、よくその20時以降の不要不急の外出を避けてくださいというようなことをお聞きをするんですが、不要不急の外出は20時以降ではなくって、あのそれ以外も不要不急の外出は避けてくださいということをですね、まあ基本的対処方針でお願いをしております。その中で特に20時以降という言い方をしておりますので、20時以降でなくてもですね、まあ、不要不急の外出はなるべく避けていただきたいというのが我々の思いです。それとあのよくこれまた一部報道なんかでもそんな話をされる方おられるんですが、20時以降でなければ昼飲みで昼間お酒飲んで、騒いでもいいんでいいのかっていうような話ありますが、いいわけはないわけでありまして、あのそれはもうあの常識的にお考えをいただければですね、結局なぜ20時以降という言い方をしているかというと、お酒を飲んでですね、まあ要するにいろいろと皆さんで会話をされたりする機会が多いのはやはり20時以降、仕事が終わってからということなので、あえてそこでのですね、まあ店に対するまあ時短のお願いをさせていただいているわけでありまして、それ以前であってもお酒を飲んでですね、大きな声で喋られたりマスクをせずにいろいろと騒がれたりすれば、それは感染リスクが高まりますので、あのぜひとも20時以降でなくてもですね、そういう行為は含めてですね、まあ自重をいただければありがたいということと、まあ20時以降でも不要不急でなければですね、なるべくいろんなところに外出されてですね、あの感染リスクが高まるような行動をしていただくことは、お酒をいただければありがたいというふうに思います。ご協力よろしくお願いいたします。
それからもう一点、積極的疫学調査についてお伺いしたいんですけれども、感染者の急増によって保健所の中では準備が逼迫しているとして、積極的疫学調査を縮小するような自治体も出てきていますが、こうしたことに対する受け止めとですね、どのような運用が望ましいとお考えでしょうか。積極的疫学調査は当然のごとくですね、感染者が増えてまいりますと対象者が増えてまいりますから、マンパワー等々ですね、これは厳しくなってくるのはこれはもう当然のことであります。そういうことで年末もですね、方向性、これ11月もそうだったと思うんですけれども、積極的疫学調査のあり方に関しては通知を出させていただいておりまして、以前のようにですね、マンパワー、感染者が少ない中での対応というのは難しいので、優先的な順位を考えていただきながら対応いただきたいということはお願いさせていただいております。やれる範囲の中においてですね、積極的疫学調査を行って感染の拡大をなんとか防いでいただきたいと、なるべく感染者の拡大というものを抑えていただきたいということをお願いをいたしたいというふうに思います。はい、どうぞ。フジテレビの滝沢です。この週末も変異ウイルスに関する発表がありました。変異ウイルスに関する発表がありましたけれども、今回はメイン職を介してということもあったようですが、大臣の現在のその変異ウイルスに関するご助言をお願いいたします。何を介職、会食、会食ね。変異ウイルスであろうと何であろうと、会食してマスク外して喋ればですね、それは感染拡大につながっていきます。で、変異ウイルス自体は今のところまだ日本の国の中ではですね、市中感染で広がっているという状況にはなっていないんだろうというふうに思います。これはまだなぜそういうかというと、感染研の分析、ちょっと前になりますけどね、分析は若干時間かかりますので、それではまだ広がっているというような状況ではない、つまりまだそういうところでは見つかってきていないということでございますが、しかしですね、この間のその会食の話も含めて、一定程度日本の国にお帰りになられる中においてですね、しっかりと時間を、日数を守って、療養いただかないとですね、感染拡大につながる可能性がありますので、ぜひとも海外からお帰りになられた皆様方はですね、一定のルールにのっとってですね、沿ってですね、自重いただきたいというふうにお願いをいたしたいというふうに思います。合わせてやはり、海外で見つかった国に関してはですね、今基本的にはもう国内には入ってこれないと、もちろんその日本の国の方、これは帰国をされるわけでありますので、そのような方等はですね、それは日本の国に帰ってきてもらっちゃ困るというわけにいきませんので、お帰りいただくわけでありますけれども、やっぱり他国で出ているという話になると、そういう方々に関しては3日間のですね、例えばイギリスだとか南アフリカ、3日間の言うなれば療養といいますか、ホテルでの滞在、これをお願いをしてですね、3日後に、検査、PCR 検査を再度やった上でというような対応をいたしております。でそれ以外の国もですね、今のところまだ発見されておりませんけれども、どういう状況かっていうのは国によって状況は違うと思いますので、先ほど申し上げたような対応をよろしくお願いいたしたいと思いますし、国の方もですね、そのような対応に対して再度いろんな形での体制の強化というものを考えていかなきゃならないというふうに考えております。はい、どうぞ。朝日新聞の吉田と申します。非正規雇用で働く人たち、特にシフト制ですとか非雇用の方々というのは結構企業から休業手当を支払ってもらえないケースがあるということで、中小企業に対しては休業支援金という、労働者が直接請求する制度はあるんですけれども、大企業は対象外になっています。で結果として大企業で働く非正規の雇用の人たちが休業手当も受け取れなくて、休業支援金も受け取れないというような状況で支援を出されているという方々もいらっしゃいます。で、2度目の宣言で、飲食業の方々が結構そういった大企業の出張制で働いている方もいると思うんですけれども、例えば休業支援金の対象を大企業まで広げることを検討する考えなどはありますのでしょうか。基本的に大企業は雇用調整助成金をしっかり対応をしていただける事務的な能力があるはずであるというのが認識がありまして、
今般なぜ、休業支援金等々を新たに制度として作ったかと申しますと、これは今言われたような、中小の飲食店に関してはそういう事務的な能力をお持ちでないところが多いと。ですから経営者の方々も雇用調整助成金を申請する仕方もなかなか難しくってわからないし、結構、飲食店のケースが多いので、例えば社会保険労務士の皆様方にですね、ご協力するのにも物理的限界がなかなかあるというようなこともあってですね、そういう意味で、なかなか申請いただけないということがございましたので、休業支援金を作ってご本人の申請でという形にいたしております。で、一方で大企業はそれだけの能力が本来あるはずです。飲食店であったとしても、ですからそういうようなチェーン店ですと本社である程度管理できておられると思いますので、そういうような意味でちゃんとそこで申請をいただかないと、本来の雇用調整助成金のですね、制度自体がこれが崩壊をしてしまう恐れがある。それは我々大変危惧いたしております。ただ一方で、なぜ申請いただかないかという中の一つに、やはり、言うなればですね、補助率が悪いっていうのがあるというのがございました。ですから今回ですね、緊急事態宣言を出したところに関してですね、そういうような飲食店の大企業、飲食が多いですよね、特に8時以降、休業といいますか、時短の要請させていただいておりますから、そういうところに関して10分の10つまり10割のですね、補助率でですね、大企業に関しても対応をさせていただくということも発表いたしました。であるならば大企業の持ち出しがこれは基本的にはもうなくなるわけでございますので、大企業もですね、そういう方々に対して、非正規の方々を含めてですね、しっかりと休業手当を出していただく、つまり雇用調整助成金にのっとって休業手当を出していただくということを、制度を見直してですね、今回対応をさせていただいております。改めて、業界の皆様方にもですね、雇用調整助成金をぜひともお使いをいただいて、職員の方々、社員の方々の雇用をなんとかお守りをいただきたいというお願いをさせていただいております。他いかがでしょうか。よろしいですか。大丈夫ですか。はい、すいません。